今はもう示し入ってきたらすぐ教えるけどね、昔はさ、見て覚えろ、その仕事を盗めっていうあれだったな。実際見て覚えろ。うん、ずーっと見て飽きちゃった。よろしくないんだもん。まあそれもね、あれだよ、櫛も高いね、次の櫛だから折れちゃったら、これ高いもんだから、そういうのもあったよな、やらせてくれないっていう、授業中、授業中はやっぱりこれ昔のさ、今授業中は弁当ばっかりだ、知ってるでしょ、授業中に来てるわけだから。昔は各部屋の通りにちゃんこやったから、それは美味しかったね、その土地その時のこれ、あの美味しいものが食えた。今はもう弁当ばっかりだからさ、飽きちゃった。今20年ぐらいしかいないけどね、昔は多かったからさ、とにかく毎日あれだ、手がもう切れてね、元に、ね、切ったり、やりやすい、やりやすいなっていう関取、やりやすい頭、それはあれだよね、これ昔のなんだ、金城ってね、逆にやりづらいっていうか、苦労する、こういう癖のある人ね、何笑ってんだよ、笑って、そうです、癖がある、絶対言われるんですよ。いや、このね、関取の頭はさ、おいちょ言うときはさ、もう揉んで揉んでやんないと、きれいにいってないからね。ちょんまげ言ってね、一番やりづらいっていう人はさ、あ、子供とするとは頭やピシッと言ってるでしょ、動く人はやりづらい、動く人もいるんです、いるいる、今の師匠とか、師匠も俺はピシッとしてるだろ、頭やるときは、優勝してくれた
校さんに対してね、どこへまでもなかなかそういう優勝の経験をね味わった人っていうのはみんながみんなじゃないんだから、ね、だからそういう経験をしたっていうのが床山になってやっぱり嬉しいことであってさ、うん、なかなかないよね、発行みたく 40回以上 やってればそれはね、床山みたくもう慣れてやってたっていうね、あったけど、初めての経験で、ね、そういうことをやったっていう嬉しかったね、うん、何？あ、関取を完成しました。じゃあ私ちょっと聞いてもらおう。どういう気持ちですか？やっぱりやってやっぱりほら頭やってるとさ、ね、女性なんかもそうだけどさ、気持ちよくて寝るじゃない。はい、うん、頭ね、特に今稽古終わりですからね、うん、言い直しもらったらさっぱりしますね、うん、だから細野さんはやっぱりこれけあの朝稽古するでしょ、稽古して身だりがみになってで風呂入って食事して頭をきちっとやってそうするとすっきりって言うんですよね、うん、で家に帰って女房子供と今度は女房子供をあやさないんだからこっちが気使ってまあこれはしゃあないけどな、まあ、子供とね寝ったりしたら崩れるっすよねちょっと思いですか、はい、夜の思い、こういうことが嬉しかったこととか、でも、はい、初めてこう秋自分の地元で巡業した時に上井実演は正松さんが、うん、やってくれたんで、上井実演は全然若い頃で番付もしたいと、上井実演はしたことなかったので、そうですよね、地元で松さんにやってもらったというのを言ってますね、うんうん、だからさ髪の実演って言ってもさ、髪の毛のある人だったらいいよ、はい、ない人やりたがるわけよ、薄い人とか、うん、でもそれ細い人やっててもさ、はい、土俵の上でやっても何が何だか分からない見えないじゃん頭を遊んで終わって包丁に行ってピシッとなってそれなりに毛があるとピシッとこうなるでしょ、うん、細い毛だったらあれがおちょばっていうなんかね。今よりもっと多かったですからね。まだあるんだけど。最初長袖しようかっていうぐらいだったのが、案外大丈夫です。案外。だってもうあれよ、セクトリになって10年以上になってるんだから、10年セクトリやるって大変だよ。そうですよね、うん。それこそ今はあの網にしかないから見とかな。補正でしょ、はい、ね、20年だよ、あの人は。関取り20年すごいすごい、ね、もう12年ぐらいやってるの、しますか、あの関取りになると19段やってるな、もう13年ですね、定年後はなんかどっか、いや今の一切計画はまだ何も考えてません。そうですね、まあ、とにかく無事終わるっていうのもね一つの名古屋場所です。もう何だかんだってね50年近いんだからね、半世紀だから、はい、バカなこと言ってるけどさ、ね、じじいだね、これ。自分でも思ったけどな、65になってもじじいだなって思って、いざ自分がね、65になってまだ青春もあっただろうな。ちょっと待って青春もあったんですか。置いてますますっていうこともあるでしょ。
今日はこれになる。俺だけやって、あと向こうは8番やってるの。まだです。まだ。はい。これからやるんだ。そうですね。はい。今のところ。はい。じゃあ以上でよろしいですかね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。